の共産党系のですね、その原水爆反対運動の人たちの、ソ連の原爆は正義の原爆で、アメリカの原爆は世界制覇を考えている、つまり世界侵略を考えている正義の原爆だと。それに対して、中国やソ連の原爆っていうのは、アメリカが原爆を持っているから仕方なく持っている原爆であって、正義の原爆だっていうロジックだったんですよね。で、それでです真面目な話、えー、多分、 8年ぐらいだと思うんですよね。だから考えてみて恐ろしいですよねあの、えー、核兵器っていうのは正義の核兵器があってそれはソ連や中国が持ってる核兵器のことだっていう人が少なからずいたと半分とは言わないんですけどももちろん日本人の半数ぐらいは核兵器絶対廃絶なんですけどその絶対廃絶のプロセスとして中国やソ連の核兵器を増やしてアメリカに対抗して 結果的に、えー、両者の核の均衡を保って廃絶に持っていこうと思っている人が結構いっぱいいたんですよね。 今の,そのオバマ大統領がです、ね、広島に来て例えばその謝罪があったかなかったかという,う話もですね今の僕らの後出しのです、ね、世界観ですか2016年の今になってですね例えば、えー、これまで日,、えー、日韓の間では賠償ということがもう済んだことになっているのにいまだに韓国の人があの従軍慰安婦で賠償と言ってきてる。でそれに対して、日本はというやつと 本当いえば、サンフランシスコ講和条約とかでですね、えー、まあポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約で無条件降伏したんだから、えー、日本は今更、えー、原爆に関してアメリカに対して謝れと言える立場ではないというような、こういうなんか問いの考え方も、ついの考え方もできるんですね。で、それと同時にですね、その、ま藤井隆先生がよくおっしゃるですね、えー、そうじゃないと。えー、原爆っていうのは、もしくは東京大空襲っていうのはですね、戦争犯罪であると。 犯罪であるとっていうのは、あれは戦争ではなくてですね。無差別攻撃だ。戦争というのは相手の軍事基地を叩くのが戦争であって、百歩譲って軍事工場を叩くのも。まあまあまあ戦争だとだからといって相手の国の国民を殺すっていうのは、これは戦争ではない。だからどこの国もですね。そのなんだろうな、えー、軍隊がその国を占領したら、その後の無法行為というのを絶対に禁じると、それと同じように、えー、日本をですね。その。 東京大空襲にしてもですねもしくは原爆攻撃にしてもこれはですね戦争というものではなくて虐殺であるこういう考え方もあるんですよだからその、えー、サンフランシスコ講和条約にしても没落宣言にしても受諾したもしくは OK したという日本という国の過去があったとしてもそれはアメリカが悪いことをやったということは帳消しになるわけじゃないそこのところは大統領には謝ってもらわなきゃという人の主張もわかるですね。 もう分かる分かるで言うとさっき話した従軍ヤフの像と同じようにじゃあどうやってこれをやるのかとだって向こうは多分謝るわけにはいかないだろうというのはまあまあまあこちら側としても分かるわけですね。僕あのスミソニアン博物館っていうのにですね行った時にですねスミソニアン博物館っていうところにはもともとエノラゲー原爆を落としたですね B29 が展示されるはずだったんですよね。で展示それはなんかアメリカの歴史を変えた飛行機だからスミソニアン航空博物館に展示されるはずだったところがその。 B29 の横にですね、えー、広島ではこんなことが起こったという、今の原爆資料館の内容の縮小みたいなものが同時に展示されるはずだった。でも、アメリカのです、ね、在郷軍人会ですね、つまり、あのー、元軍人だった人たちの退役軍人の人たちのです、ね、グループがです、ね、もう猛反対したと、1995年の話です。まあだから あの一昔前とは言えるんだけども言えばですねで結果的にどうなったのかっていうと B29 は展示するエノラゲイっていうのは展示するんだけどもその、えー、原爆の被害っていうのは展示しないことになっておまけにそれはスミソニアン博物館に展示するんではなくてスミソニアン博物館の別館に展示することになったと。 で僕その別館まで行ったんですけどもバスでですね1時間ぐらいかか,かるです、ね、本当にスミソニアの別館といっても、ま、全く別の建物でであのもう個人の名前が付いてるような博物館ですねでそこに飛行機がいっぱい並んでいるところに b 十0がエノラゲイが置いてるとでほとんどのスミソニア博物館の,あの飛行機っていうのはですね近くで見てほとんど触れるぐらい近くに行くんですけど b 十0だけはそのエノラゲイだけは全然触れないようになってきて周りに監視カメラも山のようにある。 ここら辺はですね国論が1995年の段階でもですね二分されてたんですよね。だからあのー でも僕がですね、少なくとも1970年代、80年代にニュースとかで見たんではですね、アメリカのカリフォルニアの航空省ではですね、B25 が飛んできてですね、模擬爆弾として原爆を落とす原爆症というのがあったんですね。で <laughs>、原爆症で原爆を落としたらみんながおおーってこう盛り上がるというのがあって、それぐらい原爆っていうのは正しい兵器であってですね、あの、あのまま日本と戦争を続けてたら、多分アメリカは全面侵略しなきゃいけなかった。そしたら、 もう、ベトナムと同じことですよね。死を覚悟している日本人と、米兵とか格闘したら、両者に死傷者がすごかったと。だから、原爆っていうのは、その、アメリカの若者、数万人、数十万人の命を救い、同時に、それに対して戦うはずだった日本人の数万人、数十万人の命も救ったので、正義の爆弾だっていうのが、基本的に、 その1970年代ぐらいのアメリカ人の考え方だった。それが95年にはですね、国論が真っ二つに割れて、結局スミソニアのですね、長がですね、もうこんなんだったら俺も辞任するって言って辞任騒ぎ、本当に辞任しちゃったんですよ。辞任騒ぎになるぐらいアメリカの国,国論が二分されているっていうのがですね、10年か20年ぐらいでアメリカっていう国も変わってきたんですね。だから、その、 多分、今回のニュースとか報道される時でもですね、えー、アメリカが原爆というのをどういうふうに考えているのかっていうと、うん、悪いことをやったかもしれないけど、それは仕方なかったんだ。自分たちがしなければ、ナチスドイツが先に原爆開発したかもわかんないし、うん、なんだろうな、えー、アメリカ人の命が失われたかもわからない。でも 軍事施設じゃなくて民間の町に投下したっていうことは明らかにまずいことなんだけどもそこまで言わないでほしいよないろんな言い方理屈できるんじゃないかというような複雑な思いがあるのでアメリカの国論が二分されたんだと思うんですよ。なんかねそこら辺を飲んでオバマ大統領が来てっていうのはですね僕にしてみりゃ よくやったようになと。よくあの、人気が終わりだから、オバマ大統領はもう人気が終わりで、あのー、弱体化してるのですね、人気取りのためにやったという人もいるんですけども、人気取りのためであれなんであれですね、あのー、やんなきゃいけないことをやったというのはこう、こすげえなーと。僕はまあ単純にですね、ああ、なんかいいことしたんじゃないの。で、日本人もですね、その広島の人たちもですね、なんだろうな、大して騒ぎをせずにですね、オバマ大統領を迎えたというのは、 なんかねちょっと安心してるんですけどね。まあ、あの、言っちゃえば平凡な意見になるんですけど、僕自身が、その、うん、大学の時ぐらいからあったですね、その、日本人自体の中にも国,国論を二分する正義の原爆、悪の原爆っていう概念があったっていうことから、その、アメリカのですね、原爆投下賞ですね。で、あとは、その、アトミックカフェって映画の中でも語られたんですけども、原子爆弾が日本で爆発して、それのおかげで戦争が終わって、それのおかげで、 いっぱい若者がアメリカ大陸に帰ってきて、戦争に来た息子が帰ってきて、でも、 あの、ニューヨークのブロードウェイでそこら中で水兵とですね、女の子がキスして、で、次の年の出生率が山のように上がって、それがアトミックベイビーって、原爆の子供たちっていうふうに呼ばれて、で、アトミックカクテルっていうですね、その、なんだろうな、平和と愛を象徴するカクテルに、その原爆の名前が使われてて、そういうですね、なんか歴史っていうのをこうずっと見てるとですね、なんかそれがようやっと一つ落とし所が見えたみたいな形で、よかったんじゃないのというふうに思ってしまうんですけども。 岡田敏夫の youtube を見てくれてありがとうございます、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく